はい、どうも皆さんこんばんは、オオカミさんでございます。セブンス世代実はね、唐突ですけど、今日ね、不意にすごいことに気づきまして、すごいことに気づいたんですよ、今日。もうこれ多分ね、やってる人いると思うんですけど、私今日まさに気づいたところなんで、ちょっとやってみようかと思うんですけど、このゲームにはね、犬が動いてるな。このゲームね、なんだっけな、ランドクライムブロックだっけ、これ、ランドクライムブロックっていうのがあるんですよ。まあ、自分の領地というか陣地をね、示すブロックなんですけど、これ見てください、今一発殴ったんで、耐久値出ましたけど、耐久値7000なんですよね。めちゃめちゃ硬いんですよ、7000なんで。コンクリートブロックより硬いのかな。めちゃめちゃ硬いんですよね、これね。まあ、自分の領土を示す、領土を示すというか、まあ、ここを自分の陣地だよっていうのをね、まあ、そういうものなんですけど、これを置いた何ブロックだっけ、40ブロックぐらいかな、まあ、自分の領地としてね、こうなんか宣言できるみたいなのがあるんですけど、こういうのがね。で、これめちゃめちゃ硬いんですよ。7000もあるんですよ、耐久値がね。で、昔は、一番最初は作れなかったんですよ、確か。一番最初は作れなくて、途中から作れるようになったんですけど、作るのにね、フォージアイアンが100個とかっていうレベルだったんですよ。作れるけど、フォージアイアン100個いるよみたいな感じだったんですよ。だから多分ね、そんな何個も作る人いなかったと思うんですけど、なんとですね、最近気づいたんですけどね、私。A17 になってから、ここに出るんですよね、ランドクライムブロックがね。で、これクリックすると、こう見てください、スモールストーン5個で作れるんですよ。やばくないですか。スモールストーン5個で作れるんですよ、これ。29秒待ったら作ってみましょうか、試しにね、これね。これすごくないですか。これでさ、家作りゃいいじゃんとか思いません？なんかこれ耐久値7000が石5個で作れるんだよ。やばくないですか。やばいでしょ。これで家作ったらさ、いいじゃんって思うやんね。普通にコンクリートブロックとかさ、作らなくてもね、もうこれで十分じゃんとか思っちゃう。石5個で作れるんだよ、だって。たったの5個で。ほら、できたもん。で、問題はこれ置けるのかどうかって話なんだけどね。うん、置けるじゃん、これ。普通に置けるじゃん。普通に置けるじゃんね、これね。これ耐久値7000ですからね。めちゃめちゃ硬いよ、これ。悪いけど、めっちゃ硬いよ。これやばいでしょ、これ最強じゃない。ちょっといっぱい作ってみるわ、俺。これでね、これでお家作ってみます、私。ちょっといっぱい作って、はい。ちょっとやってみましょう。何個作れるんだろう。44個。うん。これやばいでしょ、これやばいと思うわ、相当やばいと思うわ。うん、ちょっとね、このランドクライムブロックたくさん作ってみますね。これ修理できないのかな。でもね、修理はできないのかもしれない。うん、あ、修理はできないですね。うん、傷ついちゃうと、これね、回収はできるの。小ボーナス×。ああ、そういうことか、ね、そういうことができるんだ。壊せるんだ。ああね、回収したの、今壊したんですね。回収したんじゃなくてね、破壊したんですね。ね、アクティブ。今アクティブなんですね。これもう壊れちゃったの、これは。一発殴るとただのブロックになり下がるのか。もうね、でもな、耐久値7000だからね、だってね。ほら、すごくない？修理はできないですね、でもね。どうやら修理はできないみたい。ちょっとでもね、なんか犬がいるから怖いな、外行くの。石取ってこようかな、ちょっと。石を取りに出てきますね、ちょっとね。うん、しゃがんでるこれ。なぜかしゃがんでるけど。石取りに行こう、石。そこら辺の石を。あそこの石でいいや。あれでいいや。で、42個今作れますからね、これでもね。で、やばいでしょ、5個で。
ね、スモールストーン5個で耐久値7000のブロックが作れるって相当やばいでしょと思うんですけどね。これやった人いないのかな。これで家作った人とかいないんですかね。修理できないからダメなんですかね。でも修理できなくたってさ、壊れたらもう、なんせスモールストーン5個なんだからさ、コスト的にはめっちゃ安いじゃんね。どんどん入れ替えてきゃいいじゃんっていう感じですよね。コスト的にはもうめっちゃコスパいいじゃん。ねえ、それともあれいっぱい置くとなんかおかしくなるんですかね。いっぱい置くとおかしくなっちゃう説もあるかもしれないですけどね、うん、いやまあどっちにしてもさ、これ普通のブロックって11、あそういう感じ、重ならないのこれ。あ重ならないんだ。あ持つの大変だねじゃあね。じゃこれ持つの大変だわ、相当大変だわ。あなるほどね。なるほど、持ちきれなくなっちゃうね。でどんどん置いてった方がいいじゃん、ね、じゃあね、うん、とここだけ壊したら何個、石何個だった、103、5個でいい、103でだから20個ぐらい作れるってことでしょ。これねめっちゃすげえじゃん。じゃあどんどん置いていくか。通り飛んできた。これね、これ全部ちょっとランドクライムブロックにしちゃおうかな。全部クライムにしちゃおうかな。自分の領土をちょっと。だから壊して、すげえ据え替えていけばいいんだよね。あ、壊れちゃった。これね、どんどん壊してさ。あれ？どこ行った？あ、またやっちゃった。あそういうことか。あしまったしまったしまった。次ちょっとやめてあそうしよう。耐久値弱いからねまだね。これさ、ここにはめればいいんでしょ。はまんないの。はまるじゃんほら。これで家作りゃいいじゃんね、別にね。ダメなんですかね。ダメなんだからどうなんだろうね、うん、どうなんでしょうねこれね、うん、あ一応つるはし持ってるけど、あ壊れてんのか。文字がないのか、使えないのか。あ待って、なんか持ってないのかな、斧とかなんとか。このセーブデータは何を持ってないか。あ、何もないね。ないな。まあいいか。もう普通にこれで殴っていくか。いや、これでさ、家作ったらめっちゃ硬いじゃん。なっちゃうよね。これね。これ。最後に置いた1個があれなんですね。最後に置いた1個が有効に。あ、壊れる。あ、そういうこと？あんまりこうやっちゃダメなの？だんだん壊れていくもんなのこれ。あ、だからみんなやらないのかな。あ、これ壊れてるよ、ほら。これ壊れてる。ひび割れてる。あ、待って、そういう感じ？いっぱい置いちゃダメなのかな。これ壊れた。あ、ひび割れてる。壊れた。壊れちゃうんだ。あ、そういうこと。なんかあんまりいっぱい置いちゃダメなのかな。何あれ。あーそうそう、ここに置くとね、やっぱりいっぱい置いちゃダメなんだ。そういう感じなの。企画倒れなんですかね。あ、ひび割れた。おー、1個しか置けないんだやっぱり。っていうことは1個、2個、これもう壊れるってことでしょ。なんだ、せっかくめっちゃ耐久力あるじゃんと思ったけど。あ、でも待って。分かったぞ。ひらめいた。こうやってさ、殴っちゃえばいいじゃん、これ。アクティブじゃなくならせればいいんじゃない。そういうわけにはいかないの。アクティブなの。常にアクティブなの。これアクティブじゃなくなってる。あ、そうか。そうそう、日が経つと
日が経つとアクティブじゃなくなるんだよね。これなんか有効期限があるんですよね、これ。そうそうそう、有効期限があるんですよ、なんか確か。でこれアクティブね、さっきですね。そう、有効期限があってログインしないと期限切れちゃうんですよっていうことは、まあ何日あれか分かんないけど、これ置いてほっとけばいいってこと、こうやってこのままログインめっちゃ時間かかるな、それ。めちゃめちゃ時間かかりますね。でもそういうことだよね、多分ね。そういうことでしょ結局ねえまあそうすることによってこのランドクライムブロックのお家が完成するってことだよね、多分ね。そうすることによってね、うんそうか、そういうことか。この有効期限が切れ3日だったと思うけどね、確かね。3日で切れるんじゃなかったかなと思うけど、3日待てばいいんだよ、要するにいや、現実的じゃないな。現実的じゃないですね。はい、すいません。企画倒れでしたね。完全に企画倒れでしたね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で。いや、今後この辺でじゃないな。この辺でじゃないな。まあまあ、一応ここに置いときましょう、これね。一応ここに置いときましょう。で、もう一個置くとひび割れちゃうんで、もう一個置かずに、まあ、ここでやめとこうか。また気が向いたらね、気づいたらここに置きましょうか。うん、今何個持ってるの ?1、2、3、4、5個持ってるからね。これ埋めていこう。だこう次ログインしたときにこれがこうね、イナクティブになってれば、うん、イナクティブになってれば、もうこれ次置けるよっていう話。今これアクティブになってるんで置けませんけど、うん、ね、一応自分の領土はもう示されてるね、これね。これじゃ分かんないのか。そうか、どう見てみんなやってないと思ったら、そういうことなのね。うん、めちゃめちゃ時間かかる。時間さえかければ、でもこのね、時間さえかければできるんじゃないかっていう感じですよね。うん、はい。じゃあまた気が向いたらね、気が向いたらっていうか、まあ、覚えてれば、3日おきにね、やっていきたいと思ったら、どんだけかかるんやって。10個置くのに、あ、でも1ヶ月で10個置けるってことか。きっちり3日ずつやっていけばね。うん、1ヶ月で10個ぐらいのブロックは置けると。10個ってですね、自然に壁一面にもならないじゃない、10個だったらね。5×5 だって25あるっていうのに。うん、まあいいや。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。オオカミさんでございました。またね。